無駄な努力をやめたら。ベニー冒険団出発！水の味は実に幽遠な趣を持つ。モンドの水は木をくすんでいて、リーウェの水は後味が長く続く。稲妻の水は深みがあり、スメールの水は複雑で、じっくりと舌で味わう必要があるのだ。